こんばんは、ゆうかです。今回は前回作ったこちら EC8 に墨入れをしていきたいと思います。使うのはこちらガンダムマーカー墨入れ用グレーです。果たして初めての墨入れはうまくいくのでしょうか。それでは本編をご覧ください。こちらが墨を入れる前の状態です。ここからどう変わるのか楽しみです。以前のチャンネルで手元が見たいとコメントをいただいておりましたので、今回は初めてこのアングルで撮ってみました。どうでしょう、少しは見やすいでしょうか。胴体部分から墨入れを始めましたが、どこを塗っていいのやらよくわからなくって、でも細かいところが気になって結構時間がかかっています。早送りは鉄板ですね。消しゴムの消費税が 5% なことにびっくりしつつ、胴体はこんな感じです。次は頭です。頭は小さくて持ちづらいですが、凹凸が結構多いのでペンで塗る箇所も多くやりがいがありました。アンテナも忘れずに塗って、はみ出たところを消しゴムで消して、頭はこんな感じです。やっぱり墨を入れるとかっこいいですね。あ、アンテナをつけ忘れてました。はい、頭の完成です。どうでしょう、うまく塗れてませんか。続いて腕のパーツを塗っていきます。毛糸処理が甘い部分があって気づいたんですが、本来はきっとヤスリがけをしてから墨入れをするものなんでしょうね。失敗しました。だいたいこんな感じです。もう片方も同様に塗っていきます。こんな感じです。腰のパーツも同様に塗って消しゴムで消して、こんな感じです。続いて足のパーツを塗っていきます。足は細かいパーツが多いので塗るところもたくさんあります。パーツとパーツの境目もメリハリを出したいんですけれども、普通は塗るところなんですかね。そんなこんなで足はこんな感じです。全部のパーツをくっつけていきます。どうでしょうか、ずいぶん最初の時よりメリハリがついたように思えませんか。装備にも墨入れをして持たせてみました。ぐるっと一周こんな感じです。どうでしょう、だいぶかっこよくなりましたよね。グレーのペンでもこれだけ違いが出ます。画像で伝わりますか。ということで今回はガンダム EC8 に初めての墨入れをしてみました。やり方がよく分かってないので、アドバイスをコメントなどでいただけると嬉しいです。最後まで見てくれてありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。